これさ、これ見てみ、これ。ほれ。中国、シナアプリ。何これ、鬱陶しいな。シナアプリ排除へ。な、米大統領令や。な、これ何ティクタクなの。ティクタクなど、安保の脅威、45日後にさ、取引禁止やて。これ、これ、な、お前これ、シナのわけのわからないな、いかがわしいアプリを、この、米大統領が、もう、脅威だと。ね、わけがわからんと。ね、情報を勝手に、ね、シナへ送ってるだろうと。ね、赤だろうということで、45日後に取引停止なんや。な、これ。まあさ、こんなお前、結局な、シナが悪いとかな。言ってるけど、そんなお前、アメリカも一緒だろって、これ。な、だシナ、俺らからしたら、結局シナにパチられるか、な、こうアメリカの、な、とこにパチられるかの違いで、どっちを選ぶかと、な、まあ両方かと、そういうレベルでしかないから、な、こんなものの前、シナが悪いとかな、シナはあかんとか言うけど、な、こんな前、アメリカがじゃあ正しいんですかと。ね、んなことないこれ、な。これ、トランプ大統領は6日や、な。ドーンや、原爆ドーンや、これ。な、ドーン、はい、アメリカ、はい、知りませんって。な。あれ、いや、別にうち悪ないっすから、みたいな。ドーン、原爆ドーンやん、これな。で、その日に、な、国家安全保障に深刻な脅威をもたらす恐れがあるとして、このさ、シナの企業な、シナ企業が運営する短編動画投稿アプリ、TikTok と、対話アプリ、WeChat、微信、ブログじゃない、Twitter みたいなやつだろ、これ。Twitter みたいなやつを、な、これ、関わる取引を禁じる大統領令に署名したと。な、45日後に発行すると。お前、今日からやれよ、これ。トラップン、お前、遅いわ。即日発行。こうだろう、お前なんで猶予持たせてんのそれ。なあ、即日お前やれよこれ。な、情報流出への何懸念をうんちゃらかんちゃらとか書いてあるわこれ。な、でどこや、情報流出への懸念を理由に、ほら、な、この支配国であるジャップなどの同盟国にも禁止を促す構えでや、な、シナは反発してくるだろうということでな、こう日本もお前もやれよと。な、お前やれ、お前3発目落とすぞと。やれよと。そういうことだろう、これ。な、トラップンは、な、この重大なリスクに対処する、な、制裁を定めた、まあ、なんちゃら、宣言したと。な、この TikTok と WeChat を名指しして、このアメリカの安保や外交政策、経済を脅かし続けていると指摘して、このシナのスパイ行為や、な、投稿検閲を、通じた情報操作を警告したと。な、まあ大統領選なんたらかんたらとか、まあこれ結局シナにとったらさ、トラプンが70過ぎのトラプンがさ、次もこれ大統領だったらめんどくさいからな。またまあファーウェイがどうとか言うてくるから、だからシナ
に仲のいい、まあ、二階みたいな、ああいうやつを、な、大統領にしないと困るからさ。な？だ、日本は、それをが見事に成功してるわけだけど、まあ、アメリカはなんか失敗したからな。オバマの時は成功したけど、こういうことになってるわけ。な？大体さ、こんなお前、TikTok って何これ？俺、使わんわ。な、こう、キチガイアプリみたいな、やつだろ？これなんか、偏差値も35とか、な、なんかお前、沖縄の成人式でなんか暴れて生きってるレベルが、使ってるやつじゃないのこれ。アプリ。これ、ほら、な、それに対してこう、シナがさ、ほら、切れて、な、この TikTok のシナが、この裁判所に訴えると。な、これ TikTok を運営する、中国 IT 企業。これ何これ？バイトダンス。漢字で書くと、自説超動って、跳ねて動くんか。なあ、跳ねて動くの。これお前、漢字わかりやすいな、これ。跳ねて動くんだって、これ。バイトダンスは、7日、トラプンが、TikTok に関わる取引を、な、禁じる、こう、大統領名に、こう、ちょめちょめしたことに切れて、衝撃を受けたと表明した上で、自社と利用者に対する公平な扱いを求め、裁判所に訴えたと。な？これ、シナは、声明で中国政府と利用者情報を共有したこともないし、ね、政府の要請で内容を審査したこともないと言って、まあ、それはそう言うわな。それはそう言うわな。トラプンが、この情報流出の懸念に出してんのを否定してた、いうことや。な。これ、あれだろ？シナはさ、あんな、独裁だから、何？国家情報法か？なんか、シナの企業はさ、その、シナ政府の情報収集へさ、に対する協力が義務付けられてるのよね。だから、シナの、この政府がさ、おいと、情報出せと、な？お前持ってる情報出せと言ったら、これ出さないとさ、首跳ねられるんじゃないの？これ。な、戦車で引かれたりとか、首跳ねられたりするから、これ出さないとダメなんじゃない？これ。な？だこれは、今までないとか言ってるけどさ、な？これ、今後わからんよね。今までないかもしれないけどさ、な、じゃあ明日言ってくるかもしれんと、いうので、だこの国家情報法というのがあるから、な、結局シナの会社が関わってると、その情報が、な、要は我々の情報が収集された位置情報とか名前とかな、そのちょめちょめ情報が、な、そのシナの会社だけじゃなくて、シナの中国の共産党に行くということなんだろうね。で、それがアメリカが危険だと言ってるわけな。これ。だからほれ、お前、ファーウェイとかさ、ZTE もこれ一緒やん。これシナの会社なんだからな。いや、そんなこと言ったらさ、他のお前、なんかシナでスマホこしらえてる会社あるだろう。なんか、海デジとかなんか意味不明な会社あるだろ。ああいうとこもお前、あかんのに違うのそれ。レノボもあかんのに違うかそれ。な、もう IBM じゃないから。でさ、なんかそういうのが出てきて、この、これ、TikTok の神奈川県投稿動画とかさ、いや、大体な、俺思うんだけど、まあ、こういう、わけのわからないアプリ？外国の、まあ、TikTok もそうだけどさ、あと朝鮮がやってる LINE？ これ LINE の方が俺、あかんと思うんやけど、ああいうのをさ、この、地方公共団体が使ってるということに対して、もう頭おかしいだろ、それ。なあ。これ、だから、TikTok の安全性の懸念が高まっている問題で、神奈川県がさ、な、これ、78本動画出してんだよ。これ、どこの、あ
れ県ですか？神奈川県、これどこの国ですか？お前はな、お前は天皇を中心とする神の国ではないのですか？これこんなな、神奈川県がな、要はお上がこんなシナの TikTok を使って動画をこしらえて公開してるんだよ、これな。これはお前あかんだろな。これでもう言われて非公開してんの、これ非公開、これあいも知りませんみたいな、うち関係ありませんみたいな、これな。で、県民からは利用に不安を訴える、まあメールなので、まあこんなんどうでもいいわ、こんなん本当に来てるかどうかわからんから。これ神奈川県は去年11月にこのさ、ほらこの運営会社と、まあこれは日本法人だけどさ、まあ結局親はシナだからな、この会社とこれ提携結んでるんだよ、これな、に若者に向けた施策だ。これがもううさんくさいね、こんなな。じゃあ若者に向けたな、 LINE とかこんな TikTok やったらさ、じゃあ若者がお前神奈川に来て、お前子供こしらえんの、これ神奈川が繁栄すんの、しないだろって、これ何の関係もないわな。だこれがもうバカなんだよ、こだインターネットで若者にこの魅力を訴求しようとか、何の関係もない、お前は。な、黒いわ、これ。お前とこだろ、これ。な、に投稿してきたみたいなさ。何の意味もない。こんなん見て、ああ、神奈川行こうとか、なんのこれ。ならんだろ、これ。こんなんでお前鳥取とかやって鳥取行こうとか、なんのこれ、なんないだろ、こんな裏日本とか、豪雪地帯とか。壁地山間部とか、これ。なんのこれ。関係ねえじゃん。見て終わりだろ、それ。な？省庁のサーバーに接続できない専用のスマートフォンで運営し、情報漏洩の対策を講じてきたが、県として確実に、何言ってんのこれ。な。こう対策してきたけど保証できないとか、じゃあやんなよ、これ。なんなの、これ。コロナファイターズなの、これ。な、動画を非公開とした。今後も利用するかは、政府の動向を見極めた上で判断するというとかさ。なあ、こんなレベルだよ。なあ、国がどうとか言う前にさ、そのま地方公共団体市区町村レベルで考えるよ、これ。どこが運営してるんですかとか、そんな調べたらちょっとな、30秒以内にわかんのにさ、これ。あー、若者に人気や、これあーもう動画あーこれ公開やとか、アホだろこれな。県内ではほら横浜市も提携、これ横浜や、あのおばちゃんやろ、おばちゃんも締結しているが、状況注視している。もう焦ってんねん、これ。な、赤が、うちやめといてよかったな、みたいな、これ。な、おばちゃん、これ。で、これ、TikTok をめぐっては、これ、アプリを通じて、まあ、結局さ、その、閲覧者、まあ、これ、利用者もそうだけど、これ、アプリを通じて、位置情報とか取ってるからな。これ、どこも取ってるよ、これ。日本の企業も。な、あの、さあ、そりゃ、なんかさ、マップ系のアプリで位置情報がいりますとかやったらさ、な、位置情報取ってますっていうのもわかるけど、全然お前位置情報関係ないな。画像編集ソフトとかも取ってるから、位置情報。規約読んでみ？位置情報取ってるよ。に、アンドロイドのスマホだったらさ、そのアプリごとにさ、な、位置情報許可するしないとかあるだろ？全然位置関係ないアプリもさ、位置情報取ってるから。な？に、これが、な、そのシナの情報が、シナへ情報がこう渡っていくと、な、国家情報法で、さっき言ったやつでパチられると。ね？に、利用制限の動きが広がっていると。に、自民党の議連もとか、これ、あまり、シャビーあまりとかそういうとこやろ、これ。
な、これ、シナアプリの利用制限を、まあ、これトランプが言われてんだよ、これな。トラプンに言われてるからやりますと、言うだけで。で、これは、TikTok はさっき言ったように、こんな情報出してませんと。シナに出してませんと。言ってるだけで、今後わからんよな、これ。他もさ、これほら、大阪府、神戸市など、な、これ TikTok 停止やって、これ。な、7月20日付で就任した、なんか、これ天下りかなんか知らんけど、このおっちゃんが、な、記者会見、就任会見で、この TikTok をさ、この、関西のどっか、変なとこが、停止してるらしいのよな。これで、アメリカ発信源としてこの情報が流出するからあかんとか言ってんのを述べてさ、注視するとか、なんなの？もう止めたらいいやん、これ。なんこれ？いや、僕はできませんとか、そういうこと？これ。なあ。で、この TikTok をめぐってはとか、まあ、さっき、こう利用停止や。な、さっきの前、神奈川とか。な、で、この大阪、神戸とかさ、シナが情報をパチっていくという状況で、な、これ、注視とか、これ結局何もしませんってことや。見てるだけやろ、これ。田島先生やろ、これ。何もしませんと。僕、その権限ありませんと。で、それ、こんなだけや。な、こんなもあかんわ。でさ、TikTok って、まあさっき言ったように、そのなんか偏差値35以下とか、な、なんかそのこう、沖縄のね、成人式で暴れて生きてるレベルが使う低能アプリだと思うんだけど、なんか踊りとかな。めちゃくちゃ短い YouTube や。な、それやろ？で、これ、ちょっとウィキで見たらさ、ほら、TikTok、な、シナは、こうほら、シナの、バイトダンスやが運営しているモバイル向けのショートビデオのプラットフォームや。まあだから YouTube のめっちゃ短いやつと一緒や。な、ブログの短いのがお前 Twitter でな。に、これ、まあ YouTube の短いやつがこれ、あれ TikTok や。な、今なんちゃらかんちゃらとか書いてるけどさ。で、日本法人が一応あんだよ、ここな。TikTok 株式会社とかあるんだけど、ね、これ社長ほら、若、超や超クスや超クスなこれ。資本金10万円で、お前、形だけか資本金10万円って、お前、これお前、コロナの金でこしらえたんか、お前、それ。な、形だけ日本法人にしてさ、な、ちゃんと日本に会社ありますよと。言ってるけど、結局お前、親がこれお前、シナだからな。で、ここがやってますって言ってもさ、な、こんな形だけだから、結局ここがパチって、位置情報パチってな、お前らの位置情報とか、利用時間とか、名前とかな、メールアドレスとか全部な、電話番号とかパチって、シナへ提供してますと。ね、する可能性がありますと。今後しますと。マストですと。そういうことでしょこれ。な、だこれ、品会社。な、こんなんいっぱいあるから。TikTok だけじゃないよ。アプリって結構ね、品が、こしらえてるな。だ侵略だよね。言ったら。侵略。アプリによる侵略をやってるわけ。な、品だけじゃなくてさ、アメリカもやってんじゃん。な、お前そんな、な、YouTube かってそんな、それだしさ。な？ Twitter だってそうだしさ。Facebook だってそうだしさ。な？そう、全部、さ、パチってんの。な？そういう、こう、世界的に有名なアプリに、日本のアプリの名前がほとんど出てこないということ自体が、もう、この天皇を中心とする神の国、の勢いのなさをさ、まさに象徴してるわけだよね、これ。でさ、これほら、これ、8月な。これ、TikTok 動画投稿は堕落。ほら、エジプト女性拘束相次ぐってさ、な。
で、これ TikTok に自分のダンスを投稿した女性が、エジプト当局が堕落として拘束する事件が相次いでるって、これ、なぁ拍手やん、これ。なぁ拍手当たり前やん、これ。なぁこんなお前、エジプトのお前、カイロ大学卒業のな東京都知事も、これなこんなお前、逮捕してるんだから、堕落だよ、これ。まさにその通りやん、これな。せやろ、こんなお前、エジプトみたいな、こんな二流三流のな、砂漠の、ね、こんなスフィンクスの、ね、これ、そういうさ、なんかお前、墓場か？何やった？三角形のピラミッドや。墓場？あれ。吉村教授？最近見ないな。吉村教授見ない。どないした？これ、エジプトの研究で吉村教授とおったやろ？ちょびひげの。あれ、どないした？まあいいけど、まあ元気してあるかどうか知らんけども。な、そういうお前、エジプトみたいなところでさ、こういうわけのわからんアプリを使ってやることをこう堕落として拘束だよ、これ。なあ？これなんで日本はやんないの、これ。堕落でしょ？こんなべーって、キチガイ踊りやってさ、ああ、面白いとか言ってて、ね？これ何のお前これ、国のためにもならんやん、これ。これでお前、な？富国強兵につながんの？これ、TikTok で。ねえ、富国強兵、運命を増やせよ。え？これ、欲しがりません、勝つまではになんの？これ、なんないでしょ？これ。なにこれ。ねえ、これ地元紙によるとや、な？この TikTok で、これなんか、な？フォロワー抱える、これなんとかこう、堕落した女を拘束したと。ね？これ、もう今度堕落やん。これ。しかも視聴者にさ、この動画を出して、銭儲けしようみたいな。こんなあかんやん。なあ？みんなお前な、暑い中な、警備員とか派遣とか日雇い労働でな、一生懸命働いてんのにな、コロナの中で。それがもうこんな、チャラチャラしたのでな、うわぁ、これで銭になるからみんなもうやろう、みたいなさ。こういう堕落を、ね？他へ波及させていってるわけ、これ。これはもうあかんやこんなものは。な？だ、こういうことをエジプトが、ね、きちっとやってるのにさ。日本がもう野放し？これ。ね？トラップンがさ、ちょっと言ってるから、ああ、うちもやりませんとかね。中止とかさ、見てるだけやん、それ。どうなってんのこれ。なあ。まあ、あかんわ。あかん。だ、俺もう言ってるけど、やっぱりさ、もう、やっぱ俺が、あれだね。政権取らないとダメだね。もう、何度も言ってるけど、俺がやっぱり出て、な、俺が出馬して、やっぱり政権を取らないとダメだわ。な。で、俺が政権取ったらさ、こんな前神奈川県とか大阪とかな、どっか知らんけど、他にもあんだろ？これ TikTok とか、な、それ LINE とかさ、やってる地方公共団体は、これ全部もうこれ、ガサ入れだよ。もう即日、俺が就任して即日ガサ入れだわ。就任記者会見中にガサ入れするよ、これ。就任記者会見中に、な、こういうわけのわからん、ね、アプリを使ってる公共団体一覧、ざーっとそこで読み上げて、ね、もう今ガサ入ってますと。行くよ、これ、俺だったら。全部行って、ね、そこ市長とか全部これもう無所ぶち込むよ、これ。トップなんだから。知りませんじゃ通らんだろこれ、お前とこの候補やってんだからさ。うちそんな知りませんと。ね、僕が投稿してるわけじゃありませんとかさ。それ許せないから。そんな、認められないかも。これ全部もう無所ぶち込むわ。な？
全部ぶち込んで、もう廃止。そういう地方公共団体廃止。ね、だ大阪も廃止だわ、これ。な、イソジン吉村廃止、これ。な、廃止して、もう奈良県にしたらいいや。もう隣の奈良引っ張ってきて。な、大阪、ね、廃止。奈良県持ってきてさ。奈良喜ぶやん。な、あんなま、鹿と仏像しかないんだから。な、奈良を横に広げて、やる？神戸市とかもあかんねやろ？でもこれも神戸も潰してさ、京都したらいいやん。な、京都もお前、ブブ漬けでも堂々すとかさ、ああいうなんかこう、陰険な人柄しかないやろ？あとなんか墓場とか、な、本能寺の変とか、そういうのしかないから、それも持ってきて、比叡山延暦寺焼き討ちとかな。それも持ってきてさ、もう一緒にしたらいいやん。な、それも全部潰して、そういうわけのわからん地方公共団体とかな。でさ、あとその企業もやってるやん。TikTok とか、LINE をやってる銀行とかさ、もうそんな免許取り上げだわ。これ。俺が政権取ったら、銀行な。だ、そう、全部もう、免許没収。頭取も含めても役員全員、これもう、流罪な。これ、沖か、行きか、なんか、佐渡島か知らんけど、な。父島、母島か知らんけど、もうそこへもう全部、これ、流罪や。な、入るや。な。もう、流したらいいよ、それ。尖閣諸島でも、魚釣島でも、徳都でも、日本海か東海か知らんけど、もう流したらいいわ。そんなものは。即日もう流罪な。それ、飯なしでもう流罪。な、流すよ。そんなものは。で、その銀行も潰して、ね、もうどっかと合併させたらいいや。な、安全な銀行にな。もうそれ全部合併させて、な、あんなも銀行なんかどこも似たようなもんなんだからさ、同じような銀行がさ、ね、同じような ATM やってとか、な、手数料お前もどこも高いし、もうそれもう潰してもう、ほが一緒にしたらいいわ。困んないよ。そんなものな。全部潰して、これ。な、だからやっぱそういう意味で、やっぱ俺が政権取らないとダメだわ。もう堕落だよ。まさに。堕落。わかる？これ。落ちてんねん、これ。落ちてるから。落合監督だからな、これ。俺流だから。落合の息子だから。な、落合の息子、あれ、なあ、ちゃんとお前、成長してんねやろ？声優かなんか仕事して。なあ、よかった。ほんとよかった、もう。これ、おばちゃん心配してて、もうあんな、なんか悪ガキみたいな、さあ、やったけど、ちゃんと仕事して、よかった、もう。いや、そういう話じゃないだろ。お前、どこのおばちゃんだ、これ。な？でさ、これ、だから TikTok やろ？で、まあ、俺は LINE の方が悪質だと思ってるけど、な、TikTok は、さ、まだお前、あんなもん踊りとかさ、な？位置情報とかさ、まあ知れてんじゃない？でも LINE はさ、そう、やりとりされてる情報だから、しかも相手方がいるやん。な、電話番号を勝手に収集してるとかさ、あのさ、今でこそお前 LINE とかさ、なんかお前、ドヤ顔でさ、一流企業みたいな顔してるけど、あれさ、出だし、すごいいかがわしいんだよ。勝手にお前あれ入れたらさ、その、本体内の、な、まあスマホか携帯か知らんけど、勝手に電話番号パチって持っていくとかさ、に勝手に紐付けるとかさ、そういうこと平気でやってたんだよ、あれ。な、に、後になってさ、そういうのこう問題になったけどさ、当時さ、そんな、わからんから、な、実は勝手に引っ張ってたみたいなとこあるけどさ、めちゃくちゃじゃん、やり方。せやろ？勝手に紐付けてとかさ、電話番号あったらもうあとデータベースの話だもんね。はい、こいつとこいつ繋がってるとかっていうので、ばーっとさ、絵が描けるじゃん。な、すごい情報だよ、これ。な、そういうのが、もう麻痺して、ね、当初は情報パチってるとかいろいろ言われたけど、な、もう今全然誰もそんなこと気にしないや。な、さっき言ったように、そのさ、この公共団体とかさ、な、
で、それから、銀行までもが、こういう LINE とかそういうアプリを平気で使い出してるわけ。会社とかも社内の連絡に、LINE とかさ、気違いでしょ。だ俺が政権取ったらそんなもん全部無所ぶち込むよ。そんなものは。だめちゃくちゃ、まさにもう堕落だから。今回これ、まあ TikTok だけどさ、結局だから、シナのアプリ。いや、シナの会社がこしらえてるアプリはさ、一緒なわけだよ。この国家情報法によって。企業は政府の情報収集への協力義務があると。いうことだからさ。となるとさ、俺はこんな TikTok みたいなさ、その偏差値35とかな。沖縄のお前成人式で生きってるレベルじゃないしな。俺偏差値もう75はあるから。MIT で2年教えてたからな。で、お前 LINE なんか俺絶対使わんわ。LINE 俺使ったことない。あんな朝鮮のアプリ誰が入れるよ、それ。そしたらさ、これほら、荒野行動あるや。海外名でお前、ナイブズアウト。PUBG のパクリだとか言って訴えるとか言っててどうなったか知らんけど、これお前シナだよ、シナ。これ、荒野行動は、これ英語ナイブズアウトな。ほら、シナ企業のネットイーズが開発や。これや、これ。シナや。俺これ、荒野行動俺これやっちゃったから、俺のあれ、個人情報もシナに行ってるんだろうな、これ。シナに。俺の個人情報、本名とか、電話番号とかさ、俺がこれ MIT で2年教えてたとか、これ、やばいんじゃない？俺これ、シナに逮捕されるかな、これ。この動画でお前これシナのあれ言ってるから、これスマホのマイクがオンになってて情報取られてるかな、これ。これもそうなんだよ。ネットイーズってこれ。これナイブズアウト。で、ここで訴えてるとかなんとかあるけど、これ。で、これネットイーズがさ、これプレステ4とかにも出てんでしょ、今これ。スイッチとか、荒野行動。これの、ネットイーズがさ、開発してるアプリさ、これな、見たら、ネットイーズな、網駅な、これアプリ見るだろう。いっぱいあんねん、これ。ほら、ここら辺。パソコンゲームもそうだしさ、パソコン版のお前、荒野行動なんかあれ削除できないからな。あれやばいぞ。あれネタじゃなくてガチでやばいと思うわ。荒野行動ね、普通にアンインストールできないというか、インストールしたソフト一覧に出ないから、そっから削除できないのよ。あれやばいと思うよ、ガチで。で、モバイルゲームもさ、なんかわかんないけど、ここでほら、荒野行動あるだろ？このほら、ルールズオブサバイバル。これこれ。荒野行動と似たようなやつだけど、発展途上国向けの、ちょっとスペック低いスマホで動くみたいなさ、ベトナムとかあるやん！タイとかわけのわからないビルマの建物とか知らんけど、ああいう東南アジアの貧しい発展途上国な？ああいうところ向けのとかさ、ライフアフターとかめんどくさいゲームあるみたいやけど、こういうのをいろいろ出してんだよ。こういうのも、結局ネットイーズだから、こいつがシナの企業だから、これが、その情報を集めて、その中国へ提供するということなんだよね。これ見てみ、これ。ほら、ネットイーズ講師とかさ。だからさ、アプリを入れるときにさ、ちゃんとその調べないとダメだよね。さっきの TikTok もそうだけどさ、TikTok、
これな、TikTok とかさ、TikTok 株式会社とか書かれたらさ、な、あ、こんな日本の会社かなとか思っちゃうじゃん。な、で、TikTok だけだったらさ、なんかもうアメリカのなんか気違いの若者がこしらえたみたいなさ、だからそういうイメージあるやん。な、になんかもうネットバブルでボロ儲けみたいな、そういうイメージあるだろ。な、でもさ、このシナの、な、あの、名前になったら、それわかるんだよね。シナの、こう、会社名が出てたらわかるんだよ。な、こういう美人とかさ、な、TikTok もさっきもなんか跳ねて踊るみたいなさ、これこれこれ、自節、聴導とかさ、な、なんか電脳なんたら技術なんたら講師とかいう名前で出てたら、あ、これシナ、はい、アウト、消えた、みたいな。な、はい、相川、金屋、みたいなさ。な、なるほど、ザワールド、な、春のスペシャルみたいなさ。そういうお前、あれでわかるけど、な、TikTok だけだったらわからんやん。な、いやー、これ入れて、あー、いやー、これ、はい、シナでした、残念、みたいな。そういうことなるわけ。な？だから、もっとこう、なんかさ、シナ、これは、Google のな、Android でもさ、なんか、あの、Apple のさ、アプリストアでもいいけどさ、なんかそのアプリ入れるときにさ、これは、シナですと。ね？なんかアプリインストールするときに入れますかとか、なんか出てくるやん。あのときにこうなんか、習近平のアイコンが出てきて、これはシナですが入れますかとか、な、そういうお前、あれで確認求めてくれないから、わからんよ、これ。まあ、荒野行動は、な、ちょっとまあ、わかるけど、もう、なんとなく雰囲気で。まあでもそれでもさ、アプリ立ち上げてみないとわからんやん。な、立ち上げてみないとわからんということはもう入ってるから、もうその段階で瞬間に、まあ要はプレイしようがすまいが、情報パチられてるからな、インストールした瞬間にな。だそういうのもっとこう入れる前にさ、これはシナ系ですとか、ね、そういうお前ちょっとわかりやすいやつにしないとダメだわ。で、これネットイースもさ、ほら、これ、中国、広東省やろ？広州市や。これ、完全に市なや。な？社長見てみ、これ、ほら。何これ？超石や。わかる？これ、石三つだぞ、これ。石三つ。これ何？崩落ってこと？落石ってこと？これ。超石。創業者、超石。いや、意味わからんわ。あのな。だいたい、シナの漢字さ、わけわからん。こんな、石三つとかさ、他にもさ、これ、金三つってあんのよ。これ、金三つ。これ、金やんも大驚きや。な、180キロ出してた金やんも、な、大驚きや。金三つだよ、これ。な、意味、見てみ、これ、意味。金の意味。金銭や、一番、金銭や財産だとか、大石さん、お前どんだけ銭欲しいんだ、これ。な、金三つってお前、金で、金三つだからお前、金が多い様、な、お前、品がないわ。金がないわ。お前、どんだけ金の亡者だ、お前、それ。金三つってお前、それ。な、普通にお前、金だとか言っても、まあ、あっち系なのにな。これ、金三つでお前、三つあったら金が多い様とかさ、こう品がないよ、これ。せやろ？そんなお前、欲望丸出しみたいなものはさ、このお前、天皇を中心とする神の国では考えられない。な？俺金持ちですとかさ、な？そんなお前、シナ人で多いけど、なんかその、金ピカのネックレスとかさ、そういうお前、品のないことしないって。日本人は。な？金持ってても持ってませんみたいなな。
俺勉強してるけどあんま勉強してませんみたいなやついたろ、学校で、中学校とかな、勉強してません、いやこう昨日一生懸命やった、いやもう全然やってないねんとか言いながら、お前なんで数学そんな90点取ってんのこれなあ、お前ガチガチやってんだろうみたいな、な中卒の俺でもびっくりだわ、そんなんいたよこれ、勉強してませんみたいなさ顔しながらな、毎回お前上位やね、有名私立学校行ったけどな、そいつ。もうその後どうなったか知らんけど、生きてるかどうかも知らんけど、な、日本人そんな、な、堂々とそんな金3つとか言わないからな、こんな金3つってこれ。そのうち4つ、5つとか出てくんじゃないこれ。品だから。な、漢字3つとかさ、他にもこれほれ、森。キー三つで森や。森見てるか森コロナ大丈夫か森お前、俺、お前全然、お前の情報をさ、最近入ってけえか心配してるんやで。森ちゃんとお前、マスクとお前、うがいとやってるか三密お前、あかんぞ会議で。三密とか。な、コロナお前、蔓延してんのに。森な、お前、あれ、盆休みどうすんねや、森、それ。お前、実家どこや大分かお前、あ、国東半島か、あそこの空港のポコッと出たところ。あー、お前、あれ、SNK、大阪かそんな、お前、実家帰って、年老いたお父さん、お母さんに元気してはるんかそうか、もう元気してはるんやったらいいけど、そんな、無理に帰ってコロナだそんな何したらあかんから、ちょっともう今年は、まあそれな、まあお父さん年いったな、おとんかん顔見たい気持ちはあるけども、ちょっとそこはもう今年はな、耐えてな、そんな地元でお前あれしたらややこしいからな、そこはちょっとまあ堪忍してもろて、うまいことやりや森な、大丈夫か？森。森！